はい、どうぞ。はい、皆さんこんにちは、小林人生面の小林です。今日はシーボルト大学の先生から聞いてたこの有効をですね、についてよく知っているヒューさんのところへお邪魔していろいろお話を伺いました。今日は本当にありがとうございました。こちらこそ。いろんなね、外目にはですね、この有効がいろんなことに使われてますけど、どういったのに具体的に使われてます？どんな使い方ですか？料理全般ですね、はい、例えばサラダにしたい時には塩で塩の有効を作ってサラダに混ぜるとか、それから乾燥して粉末にしてお菓子を作ったり、いろんなものに、これもできるんですよね。それから果汁は冷凍したり、それからさっき有効のジェラートにしたりですね、別々にして、で乾燥したものはこんな風にしてですね、乾燥して、でジャムをジャムに作ったり、生をフレッシュなのをジャムに作ったりもできますし、それからこれはドレッシングに、その有効の果汁とか別々にしておけばいろんなものに利用できますよね。それからこれはジャムですね。ジャムもいろいろ切ったり、それからお菓子、こんなですね、ジャムで作ったり、そして味噌汁に入れたらちょっと深みが出る、だしにも使えるですね、スープにもちょっと加えたら香りがつい、香りを大事にするのか味をするのか、味を深みを出したいならこの酢をちょっと入れる、それから香りを出したいなら皮をっていう感じで、用途がいろいろありますので、それを利用していろいろ作ってもらって、この有効がたくさんできて皆さんに作ってもらえればありがたいですね。いや本当になんか珍しいですね、果物と聞いてたんだけど、本当にこれだけね、いろいろなね、使い方できると本当びっくりしました。ね、うちもぜひね、こういったのをちょっと生かしていきたいと思ってます。そうですね、はい、いろいろ開発してください。はい、どうもありがとうございました。今日は、ヒューさんのところに来て本当にいい話をお伺いしました。これですね、有効のを使って美味しいラーメンができるなと確信しました。ぜひ皆さん期待しておいてください。よろしくお願いします。